いや、買えないよね。いや、買えないんだ。買えないんだよ。全然買えないんだよ。ニンテンドースイッチの新しいマリオカラーがもう全然買えないんだよ。いや、買えるわけないよね。いや、っていうかね、抽選販売やってたのは知ってました。知ってたんだけど、それに気づいた時にはもうね、抽選受付をほとんどの場所が終わってて、で、ゲオはね、割とギリギリまで抽選受付やってたんだけど、正直、なんか抽選応募するのもめんどくせえなと思って思ってて、で、2月12日です。今日ですよね。だからね、発売日の朝、ちょっと一応念のためゲオ行ってみようかなとかって言うんで、ゲオね、行こうとしてこう歩いてたんで、ね、パーってね。で、いや待ってよ、抽選やってんのに店頭で売ってるわけねえよなと。こう行きかけてる最中に、こう スマホでね、ゲオのその抽選状況とか見てみたら、なんかね、公式から、その抽選で販売します、店頭では販売しません、マリオカラーって出てて、そりゃそうだよね。そりゃそうだよね。俺だから帰ったから U ターンして行こうと思って帰ってきたからね。あー、久しぶりにゲオ行くところだったのにさ。ね。ゲオ全然行ってねえな。ね。あのお兄さん元気にしてるかな、あのお兄さん。いや、俺がさ、これだよ、この。ゲオで甘真似買おうと思ってさ、そよし、買うぞ、これとか言ってさ、したらレジの人がお姉さんなんだよね。あー、ちょっとこれ、なんか、レジ行きにくいなって、これ、まごまごしてたらさ、それを察した、このレジのお兄さんがさ、ってさ、呼んでくれたわけでさ、みたいな感じでさ、あのお兄さんを元気にしてんのかな。いや、これもう、おい、これはお前転売屋、これはお前転売屋のせいだろ、これ全て。やっぱやったな、おい、お前またやったのか、これは転売屋、おい、これやったな、これ俺が黙ってないよ、これ今回俺が黙って、おい、これ転売屋、おい、これはおい、またやったんのか、これってね、なってる。あー、ちょっと待ってね。いや、何でもかんでも人のせいにしてたらダメだよね。いや、そもそも俺が抽選ちゃんと応募しなかったからいけないわけだし、ね、俺がバカだっただけだよ。それみんなね、マリオカラー欲しいよ。すげえいいんだもん、これだってさ、色も綺麗だしさ、こんな感じ。猫が暴れてます。色すげえ綺麗だし、ね。で、なんかケースとかもついてるし、保護フィルムもついてて、お値段据え置きだよ。やばくね？売ってねえかな？アマゾンとかで。発売日当日だから売ってたりしねえのかな？ちょっと調べてみるか。あ、つうか、売ってんじゃん。え、アマゾン売ってんじゃん。嘘。あ、売ってる売ってる。39,600円か。お、転売や、これ。お前、転売じゃねえか。お前、これ、転売や。これ、俺だよ、これ。転売。お前、やっぱお前らじゃねえか。お前らじゃねえか。お前、ちょっとマジで。おい、コーラ聞いてんのか、お前、これ、おい、ちょ、来い、お前、来い。転売や、お前、来い。ちょっと、俺も来い。来い、お前。説教だよ、これ。ほら、転売や、おい、ここに転売屋を置く。おい、やっちゃうよ、俺、アブローラーで。やっちゃうよ、ほら、引かれちゃう。いいのかな、いいのかな。あ、ちょっと待って、これ、俺邪魔だから、この辺に置いとくわ。おい、やっちゃう、いいのかな、転売屋。謝るなら、今うちだぞ。転売してごめんなさい、スイッチ、マリオカラー買っちゃってごめんなさい。ほら、ほら、いいのかな、いいのかな。あ、ちょっと待って、早くして、早く謝るなら謝って、早く腹筋が、俺がやられた。ところで、マリオのゲームあるじゃないですか。マリオ 3D プラスフューリーワールドだっけ。ちょっと名前正しくないかもしれない。あれめちゃくちゃメタスコア高いですよ。ああ、ちょっとやってみたいなと。俺思い返したらね、マリオってね、スイッチでやってねえな。オデッセイとかも買ってねえんだわ。ああ、ちょっとやってみっか。やってみたい！やってみたい！おいこら、おいこら、おい、お、え、あ、いつまでやってんのかって、ごめん、じゃあちょっとね、スーパーマリオ 3D ワールド、プラスフューリーワールドやろう。やっていこう。一応マリオ 3D ワールドは Wii U で出てたやつだよね。まあ、こっちでもいいんだけど、ちょっとね、こっちの、この今回の新しいやつがすごい気になってて、ちょっとこっち遊んでみていい？フューリーワールド、でーん。さあ、ちょっとね、どけててね、ごめんね。始まった！ディディッディーン、ディディディーン、ディディディーン。おや？これなんだこれ。黒いの垂れてる。ほっほー！うん？うん？あ、これマリオの M じゃん。マリオの M。からの？おー！あ、これ、まさかの異世界転生パターン？ね。みかん、ちょっと ガサガサ音立ててたらね、録音に入っちゃうよ、みかん。みかん。あ、なんか、クッパの足跡ですね、今はね。
あ、これもこっからゲーム始まってんのかな。まさかの。はいよ。あー、なるほど。いいね、3D のマリオだわ。俺 3D のマリオってそうやって考えたらやったことねえの。見てこれ、草から今コイン出たよ。これこれ、あー、出る出る。そういうこと。見回す。なんか向こうになんかある。ほら向こうなんか光ってんなんだよね。なんだろう、 Y ボタンで走る。おーおーおお、これはこれはこれ、おーおーおー、壁にズザーってなるよ。登れないのかな。ヒップアタックみたいなのもあったよね。あった。来た。来た。これだ。これでしょ。これで、うわー。届かない、届かない。全然届かない。おー、なんか怪しいよ、これ。ほら。わ、で、でけえ、クッパでかい。クッパでかいよ、あれ。おー、びっくりした。ちょっと何これ、何これ。当たったらダメなのか。お、ちょっと待って、これ。この上からこの火の玉が落ちてくるやつ、これ忍者じゃじゃ丸くんじゃん、これ。忍者じゃじゃ丸くんみたいなやつ。どうすりゃいいんだこれ。おい、いけないって。ちょっと待って、なんだろう、ここでもいけそうだよこれ。ほら、こう、ほ、ほ、どう、どこ行くんだろう。 あれか、あそこ行くのか。おうおうおう、届かないね。でもね、届かないね。でもね、何、光ってる光ってる。うん、ちょっと待って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 、おー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 、壊れた壊れた。クッパの炎で壊れて、結果的に、結果オーライ。キャット社員、輝け東大の猫社員、東大の猫社員が輝きます。うん、あ、ビカーなって、あ、クッパが、あー、これはたまらん言うて、あ、クッパの HP みたいなのあるよ。あれちょっと減ったね。なるほど、把握。把握。灯台の光をつけるたびにクッパの HP ちょっとずつ減らせれるっていうことね。それ何回もやって、うわ、これちょっとごめん。お、じゃあこれ右下のあるロード画面のクッパ、かわいい。かわいくはねえけど、かわいい。おー、でもって、これはこれで冒険するワールドが一気に出てきました。クリボーいるね。猫クリボーだよ多分。で、あのドロドロになってるのがクッパなんかね。ヘルプって書いてある。もうあそこ行け言うてるわ。もうコインが誘導してるもんね。ドロドロになっております。あー、いいな、なんか、なんかいいな。俺 3D のマリオってさ、あんまやったことないんだけどさ、いいな、いいな。上来れるんだ。おーい、おーい、カモメやーい。あ、行っちゃったわ、クソ。今度さらに上に登ってみる。ほっ、おお、全体が見渡せます。ヘルプ言ってるの誰、あれか。この黒いとこに落ちたらどうなるんだろう。あ、ちょっと待って、ヘアって、ヘアって、ちょっともう一回やりたいそれ。あ、見て、足跡ついてる、ほら足跡ついてる。もう一回今のやりたい。ヘアー、ほう。ちょっと待って、なんか楽しいんだけど、これ、これ黒いのはどうなんだろう、行ったら。とりあえずちょっとヘルプ行ってみようか。はあ。あ、ちょっと待って、これ乗れんのかな、乗ってどっか行けるのかな。ほう。あ、ちょっと待って、ちょ待って、ちっちゃくなった。ちょっと待ってよ。ちょ、おい、おい、こら、こら、任天堂こら、先に言うといて、そういうことは。黒いとこに入ったらダメだ、ほうって言っとけよ。言っとけよ、と。ね。あ、この、あれだよ、なんか、猫みたいな顔してたカモメさんたちも、ヘルプ来てやったよ、クッパジュニア。何、汗かいて。はあ、なかなかの画力である。結構な迫力のある絵だよ。クッパがドロドロになって、黒くなっちゃった。こんなの嫌だよ。お父さんがおかしくなったので助けてほしいかもしれない。マリオにお願いするなんて本当はすごく嫌だけど助けてよとクッパは伝えたいようだ。しょうがないね、任せとけと言わんばかりである。ということで、ここでクッパジュニアが仲間になった。
クッパジュニアのお助けが使えるようになります。オプションクッパのお助け、まあまあ何もしない、すごく助ける、まあまあ何もしないだったらこれ何のためにいるんだよってあるけど、まあまあでいこう。コントローラーをお裾分けすればマリオとクッパジュニアをそれぞれ操作することができます。プラスメニュー 2P プレイを試してみてくださいということでね。試せないんだよ。ちょっと試せないで、任天堂さん試せないんだよこれ。一人でやるしかない。いくぞ。よっしゃー、これ見て、これコイン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 、あ登れる登れる、あ、ありがてありがてありがて、どこどこどこ、キノコキノコキノコ、きた、キノコを食べて大きくなりました。大きくなったマリオは、こらちょこらこら、ちっちゃい子も見るでしょこれ。いや見ないか。いや見ないよね。よしこれ、え、ちょっと待って、こうどう、あちょっと待って待って、結構難しいな、なんか距離感難しいな、 3D でクリボーを踏むっつうのは。なんな、今なんか一瞬出た、猫猫と輝け東大の猫サンシャインだって。あそこか、なるほど、東大目指していくんだよね。グイーンと行くと、やべえ楽しい。え、ちょっと待って、あれ何、あれあれは何、でプクプクいる、プクプク、ちょっと気をつけて、プクプクには、プクプク踏んでもダメでしょこれね。プクプクでいいんだっけ名前、覚えてないよ。浜辺のギガベル、これはギガベル、怪物が現れし時ギガベルも目覚めると聞いたことがある。目覚めてないね。でもこんな絵の具まみれじゃ、これ絵の具なんだね。猫社員を集めればベトベトを落とせるかもしれないということで、猫社員、猫社員ね、やっぱ東大いっぱい行かなきゃダメと。いや違うな、何なんだろう、猫社員って何そもそも。ビョンビョンと、ちょっと待って、あ好きなところから行けるなこれな、好きなとこから行けるな。でもまあ一応最初のところ行こうか。猫猫東大でいい、あ危ねえ危ねえ、こいつ危ねえ。こいつ危ねえ、ちょ油断ならねえ。あちょっと待って、やった猫マリオ来た、こいつには気をつけなければ。そう、あぶねえ、今めっちゃ危ねえ。猫マリオはこれ掴まれるのかな、いやこれ普通のマリオでも掴まれるかな。あいやいやいや、いけるぞこれ。おおおおお、いいね、そっち側に行って、ほっ、わあ見てこれ、え、かわいい、ほっ、どうだこのアクロバティック、オリンピック出れるぜ。あーと、これはこれヒップドロップか、イエーイ。ちょっと、ま、あ、なんかこれ透明の出てきたよ。今ね、クッパジュニアが多分教えてくれた。ナイス。あ、猫いっぱい。どうも、仲間です。あー、じゃれてるじゃれてる。あ、すまんな。俺たちいい仲になっちゃったんでな。お前たち、すまんな。俺たちはこっちのこといい仲になった。あ、みんな来た。ちょ、待って。何これ。天国かよ、ここ。いや、クッパジュニア、お前はそこで見てろ。いやー。猫最高だぜ、いや最高最高だ、ちょ何このゲーム、どうなってんのこれ。ああちょっと待って、落ちた、あちょっと待って、落ちた、大丈夫、あここにこれ見て、結果これ見つけた俺、ゲーム力ゲーム力ペイ、あ見てな、みんな並んで見てたんだけど、いやめっちゃ可愛い、何ここ、あちょび、あこれコイン、これここにいるだけで取れちゃうコイン、こらこら、あいつなんだ、俺が取りたいコイン全部勝手に取ってった、グイグイ来るなこの子たち、うん、お見ろこれ、うい金持ちスターも来たぜ、でも今誰も敵いない、敵いない、あーちょっと待った、あストックされるんだアイテムって、いいね、おわー落ちたんだけど、あクソ、して、あちょっと待って、あなんだ、ちょっと今俺今最高に大はしゃぎしてるなって今自分で思ってちょっと一瞬我には帰ろうかな、子供の気持ちになりすぎじゃねえ、俺いくらなんでも、で、まあ、マリオだね、クッパが黒くなり、クッパが近づいて、クッパが画面端、おわー、ちょ攻撃攻撃、あ倒せる、これ強いわ、でどうしたらいいの、クッパさんにはクッパ、おーおーおー、なんだクッパさんサイドにはどう、何をしてあげたらいいのかな、ああ待って、おおおおお、あなんか黒くなってる、猫ちゃん、猫ちゃん黒くなってる、こっち、これ急ご、急いでいこう、ちょ待って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 、先言っといて、そういうの、そういうの先言っといてよ、
それ約束でしょ、約束ごとでしょ、それこれ取りたい、オーケーナイス、よし落ちた。ちょっとこのクッパさんのクッパさんサイドの激しい猛攻の中大変なんだけど、これ行くの。おやおや、俺があんまりにもおっせえから帰っちゃったクッパさん。あ、でここすげえ危ねえ、ここすごい危ねえ、みんな気をつけて、ここはで、あの上行きたいんだけど、よく見たらこっちから行けんじゃんね。おっ、ぶねえ。隠れてやがるこいつら。こいつらマジでやめて。俺ここのなんかアイテム取ったよね、取ったよね。でこれを取ればいいと。え、でもさ、あのクッパさんがいる時にこれ取った方が良かったんじゃないの。したらさ、クッパに灯台の光当ててクッパの HP 減らせれる。どうなんだろう、いなくてもいいのかな。ドーンでクッパに、どうなんだ、どうなってるんだろう、その辺の感じは。クッパがいる間につけた方がいいのかな。ちょっと上手い人教えて。あーれー、また上来ちゃって。ここで灯台からちょっとしたお知らせです。お、ちょっとしたお知らせ灯台からいただきました。猫社員の輝きで絵の具の汚れを落とせます。でもでも猫社員は気まぐれ、見つからないときは他の島を探してみましょう。灯台のある島が怪しいので、ぜひ高いところから見回してください。灯台いっぱいあるわ、よく見たらね。ほほほ、あ、ちょっと待って、ほら画面の下に猫のマークが 1,2,3,4,5 5つあって、俺2個赤くなってんだよね。多分この島だけでも猫社員が5つあるってことなんだべ、ってことなんだべ。わあ待って、これこの歯、この歯ってな R、で、コントローラーを傾けてポインターを操作、こうかで、ここ、はあ、はいはい、何、お、フラワー出てきた、よっしゃ、これパッ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 、これいいね。でも猫マリオも相当良かったよね。あとね、音楽がいいね。ちょっと待って、じゃあ楽しいな、なんだよ。とりあえずちょっと行ってみようか、もう一個の島。ポッポッポッポー、倒せる倒せる。ちょっと待って、出ないな、出た、2個ずつしか出せない。さあ今度はこっちだ、ビョンビョンと輝け灯台の猫社員、そこは一緒なんだね。これなんだろう、ジャンプ、おお、ちょっと待って、ジャンプ台だ。でこの輪っかを取っていく、この輪っかあれかな、ソニックに許可得てるかな。いや得てるに決まってんだろ、ソニックとマリオはいい仲だから。どう、ちょっとなんかいっぱい来た、やばいやばい、これこいつらやばい、おお、やばいやばい、こいつらやばいわ。調べろ、俺のほらファイヤーボールで食らいやがれと。そして、あ、で今猫社員手に入れましたね、よしよし。今のが猫社員でいいのかな。あ、ちょっと何これ V の字、あ、ブーメランだ、ちょ待って、来た、これブーメラン、ブーメランパンツ履いてますみたいなね。マリオ、夜のマリオ、ブーメランパンツを履くの巻なんてね、これね。バッカ野郎、バッカ野郎ってこれね、ほら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 、子供も見てるからね、子供がさ、お父さんお母さん、ブーメランパンツって何みたいな言い出したら困る。あ、ちょっと待って、ブーメランが飛んでる、言ってたら危ない危ない。ハンマーブロスもなんか、あれこれでもキツネっぽいやん。あー、これ当てるの面白いわ、これ当てるの面白いわ、あ、これ当てるの面白いかも、あー楽しいかもしれないな。で、あそこにこんなのあって、またブーメランパンツ来た。パンツではないっていうことを誰かいい加減俺に思い知らせてくれと。で、あ、なんか雨降ってきたよ、なんか雨降ってきた、天気悪なってきてるよ。絶対これクッパ出てくるっちゃうんかい。今回はクッパいる間にちょっとあれだね、灯台行きたいね。灯台どこさ、ところで、ほうほほう、取っとけ取っとけ、ほら取っとけ、ハム太郎、あ、ほら来た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 、クッパどこ、どこサイド、クッパサイドさんどこ、クッパさんサイドどこにいますか。
そうだやっち。おお猫ちゃんが可愛いんだけれども、これね今悪い猫になってるから、悪い猫になって多分ねクッパさんサイド裏にいるのかな。おおちょっと待って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 、グリーからの、おおやばいやばいやばい、これやばい、あこれいいんじゃないいいんじゃない、クッパがいる間にこの猫社員を取りまして、クッパさんにこの明かりをぶちかますことでピガーからのクッパにダメージ通ってる。やっぱりそういうことだね。クッパいる間にこれやった方がいいんちゃうんか。そんな気がしている。気がしている。ごめん、こっちもやっていい。ちょっといや、こんな面白いんだったらさ、ね、やりたくなるじゃん。やると。ワールド1の1。スーパーベルの丘。あー 3D だね。基本同じだけども、ちょっとでもあれだね、少し違いがありますね。少し違いがある。あのフィリーワールドのあの 3D 具合はやっぱりあの今最近作っただけあって相当クオリティ高かったね。いやこっちがクオリティ低いとか言ってるわけじゃなくて。あーいい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 よ。あベル来た。はい猫マリオ、さっきねおさらいしてるんで、はいはいはい、おーいおい、それそれそれ、なるほどね、この辺のあり方がベースになってるね。おっしょ、おちょこちょい、その画面のカメラの移動がねこうなんかある程度の角度で決められている感じですね。ヒップドロップ上、おそれ何そのスターは、ちょっと待って待って。戻ってきちゃった。こっち側に行ってオッケーオッケー、あちょあちょ、結構当たり判定でかい。これ止まってると OK。 これ上とかはあるね、あるね、探しがいあるねこれね、やっぱね、これちゃんとこうやってねなってる、作られてる。こっちにスター絶対あるだろ、こっちにスター、スターがあるだろ、ないくせえな。こっち奥には降りれ、ああちょ待って、これ裏側見れない、裏側見れない、ちょダメなら先言っといて、先言っといて、裏側気になるから俺、気になんだよ俺裏側がさ。見てあれクリボーがね土管の前で待機してたね。あーちょっと待って、あれだあれなんでしょ、これこれに入るんだ、これスポン、なんか怪しい子いるんだけど、どうしたらいいんだろうこれ。それその子どうしたらいいの、ああこうかゴール、あーヒントなんだね、俺がこの1の1で1回死んでっから、あの大丈夫かお前っていうことで。お助け機能入りました。あのウサギさんは追っかけるとなんかいいことがある。おっしゃ、あー何これ、4000ペリカゲット。あっていうかこれさ、こうか、あ、あ、またまたやっちゃった、またやっちゃった、いやちょっと待って、やっちゃった。俺ちょ待って、俺そっち側に落ちるんだけど、そっち側に落ちちゃうんだけど、俺その向こう側に落ちちゃうんだけどさ。何これやめてよ、向こう側に俺落とすんじゃねえよ。こいつ飛燕疾風脚使ってくるんだけど。飛燕疾風脚じゃなくてなんだっけ、あの空中で下を押しながらキックをしたら押したら出てくるあのキムカッハンのあの技なんだっけ、あのな、あの名前忘れたんだけどさ、それ使ってくるんだけど、ちょっともう、あここ怪しい通り道、あこれこういうの見つけちゃう、ゲーム力ゲーム力。1の1で2回死んでるやつが言うなって言われたらまあそれまでなんだけど、これでも下ありそうなんだよね、下ありそうなんだ、だから俺こっから降りたいんだけどさ、死ぬ、いやこれは死なないっしょ、ほらで見つけちゃう、ええなんだろう、別に行かなくてもよかった感じかな、もっとなんかさ、あ緑色のやつがあれだ、収集要素だね、はいはい、じゃあもうこう、もうあれじゃん、コンプリートじゃん俺、オールコンプリートじゃん、わわ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 わ、こう言って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 、ちょあの 3D の動きに、ま、慣れてないおじさんでございます。いっけー、はい楽しいわ。普通に楽しい中年、は
はい、というわけで、スーパーマリオ 3D ワールドプラスフューリーワールド遊んでみたけど、面白いね。まあ、フューリーワールドの方が今時っぽい感じの作りにはなってるのかなっていう気がしますけれどもね。いやー、これ、ますますね、スイッチのマリオカラーは欲しいですね。え、スイッチ持ってるのに、なんでもう一台欲しいのかって。いや、違うんですよ。僕のスイッチは、古いタイプのスイッチなんですよね。バッテリーがまだ強化されてない頃のスイッチなんです。この後、モンハン来るんですよ。で、俺、モンハンをリビングでダラダラテレビ見ながら、携帯モードでやる予定なんです。ダラダラと。ね。そうなった時に、結構遊ぶじゃない、長時間。充電長い方がいいよね。電池長い方がいいよね。ということでね、欲しいんですよ、マリオカラー。え、それなら、モンハンカラーのスイッチ買えばいいじゃないかって。やだ、マリオカラーの方がいい。マリオカラーの方がいいんですということで、あれ何、また再販されるのかな、どうなんだろう。売り切れました、終了ですみたいな感じじゃないよね。お前やめろ、もうやめて、もうやめろよお前、分かったか、やめろよこんな野郎、やめろよこんな野郎。というわけで今日の動画ここまで、ご視聴いただきありがとうございました。また次回お会いしましょう。じゃあ